国鉄滝19550経過車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式は駅海祖父智連専用の25トン石タンク車として1982年5月21日に一両が、 富士重工業で1993年9月24日に一両が日本車両製造でそれぞれ製作された。記号番号表記は特殊表記符号を全一し、お滝と表記する。液海祖父連を専用種別とする形式は本形式のみである。1979年10月より化成品分類番号年23が表記された。専用種別の 液化イソブ素物ンと化成品分類番号の年は赤色で表記されている。二役方式は植入れ、植出し式。緊急車断面は製造時から設置されている。所有者は日本石油輸送の一社のみであり、その常備駅は横浜市の東高島駅、福島県の郡山駅である。塗装は高圧ガストリシマリ法による規定でネズミ色1号である。 全長は一万七千七百ミリメートル、全幅は二千五百ミリメートル、全高は三千八百二十ミリメートル、台車中心間距離は一万三千六百ミリメートル、軽量席は四十六点八立方メートル、四十七点二立方メートル、自長は二十六点七トン、換算量数は積車五点零、空車二点六である。台車は二軸ボギーで。 コロジク受けの TR216 バイトである。1987年4月の国鉄分割民営化時には全社が JR 貨物に継承されたが、2008年度に最後まで在籍した一両が廃車となり、同時に形式消滅となった。ありがとうございます。